モデルを実際にゲームやアプリに組み込むためには、モデルデータやアニメーションファイルから各データファイルを書き出す必要があります。組み込みに必要なデータのうち、エディターで書き出すことができるものは、テクスチャーアトラス、MOC3 ファイル、フィジックス3JSON ファイル、モーション3JSON ファイルです。今回は、必要なデータを書き出すために、基本チュートリアルでは行わなかった作業や、書き出しのための下準備を行っていきます。また、モデルの SDK バージョンの確認と変更、瞬きやリップシンクで動くパラメーターの紐付けや、実装する際に負荷になる部分の修正などもエディター上で行っていきます。まずは、ターゲットバージョンの確認を行います。エディタ左上のプルダウンメニューから確認しましょう。ターゲットバージョンは使用する SDK ごとに設定が必要です。SDK はバージョンごとに使用できる機能が異なります。例えば、キュビズム 4.0 で実装されたマスクの反転の機能は SDK4.0 以降の環境でしか使用することができず、3.3 以前の環境には実装できません。このように古い SDK のバージョンに最新のターゲットバージョンのモデルを組み込もうとした場合は、正常に実装できず、モデルが表示されなかったり、おかしな見た目になってしまうことがあります。そのため、ターゲットバージョンを設定して、使用する SDK に適したモデルデータを書き出す必要があります。使用する SDK によって使用できる機能が異なるので、制作前に SDK のバージョンと使用できる機能について確認しておくことをお勧めします。モデルのターゲットバージョンは、モデル制作前に設定しておくことを推奨していますが、すでに完成しているモデルでも後から変更が可能です。まずはプルダウンメニューから変更したいバージョンを選択します。モデルのターゲットバージョン選択ダイアログが表示されますので、内容を確認後、OK をクリックします。これでターゲットバージョンの変更が完了しました。次に、モデルの仕様を確認しましょう。ファイルメニューからモデルの統計情報を開くと、このモデルで使用しているポリゴン数やクリッピング数を確認できます。ポリゴン数が多いほどデータ容量も大きくなり、組み込み時の負荷の原因になります。複数のモデルを組み込む場合は、モデル1体につき正面立ち絵であれば4000から5000、カードイラストや腕の切り替えがあるものは6000前後のポリゴン数にとどまっているのが理想です。クリッピング数も同様に、使用数が多いほど負荷も大きくなります。マスク ID の序列の種類が、そのモデルでマスクにしているアートメッシュの数です。通常の立ち絵モデルでは、2から5種類前後を目安に設定するのがおすすめです。次に、テクスチャーアトラスの作成を行います。テクスチャーアトラスとは、キャラクターを構成する部品を平面上に並べた画像のことです。SDK への組み込み用モデルデータを書き出すために必要な画像です。標準的なモデルであれば、2048px×2048px か、4096px×4096px を使用します。テクスチャーアトラスのサイズや枚数も組み込み時の負荷に関わりますので、事前に組み込み先の環境や開発者に確認しておくことをお勧めします。それでは、テクスチャーアトラスを作成します。ツールバーからテクスチャーアトラスの編集をクリックします。すると、新規テクスチャーアトラス設定ダイアログが開きます。テクスチャーの幅と高さを設定し、初期配置は表示状態のモデル用画像にします。これでテクスチャーが作成され、モデル用画像が自動配置されました。自動レイアウトは、テクスチャーの大きさに対して、適切な倍率でモデル用画像をレイアウトします。そのため、すべてのモデル用画像の倍率が 100% にならない場合があります。モデル用画像の倍率が小さければ小さいほど、表示されている画像の解像度が下がります。モデルの解像度を上げたい場合は、手動で倍率や配置の整理を行いましょう。モデル用画像をクリックすると選択状態になるので、選択した状態で倍率を変更します。ドラッグで範囲選択。シフトを押しながらクリックで複数選択ができます。倍率を変更するとテクスチャー内の画像同士が重なることがあります。
モデル用画像を選択すると移動や回転ができますので、青い範囲同士が重ならないように配置しましょう。テクスチャーの追加でテクスチャーを増やすことができます。テクスチャーを追加後、モデル用画像を選択した状態で上部のタブをクリックすると、画像がクリックした先のテクスチャーに移動します。1枚のテクスチャー内に収まらなければテクスチャーを追加しましょう。ただし、テクスチャーの枚数が多くサイズが大きいほど、その分実装時に負荷がかかり重くなる原因にもなりますので気をつけましょう。テクスチャーの配置ができたら OK をクリックします。これでテクスチャートラスの作成が完了しました。次に、モデルのまばたきやリップシンクの設定を行います。 SDK 上でまばたきやリップシンクの制御を行いたい場合、あらかじめモデル側で設定を行う必要があります。なお、まばたきをモーションに含めたり音声に合わせたリップシンクが不要な場合は、こちらの設定を行う必要はありません。パラメータパレット上部にあるハンバーガーボタンをクリックし、まばたきリップシンク設定をクリックすると設定ダイアログが開きます。まばたきやリップシンクの際に動かすパラメータにチェックを入れます。チェックを入れることで SDK 上でまばたきやリップシンクの制御を行えるようになります。選択後 OK をクリックすれば、まばたきやリップシンク設定が完了します。次はパーツの確認や整理を行います。パーツの構成に細かなルールはありません。ただし、組み込み時に腕の切り替えを行う想定のモデルは、切り替える腕ごとにパーツを分けておく必要があります。パーツを分けておき、モーションファイル上での設定や設定用の JSON ファイルを用意することで、モーションで表示する腕を管理できるようになります。そのため、腕ごとにパーツを分ける必要があります。パーツを分ける際は、それぞれに必要なオブジェクトがフォルダにしっかり入っているか確認しましょう。続いて、パーツやパラメータの ID の整理を行います。 ID の整理は必須ではありませんが、同じ仕様のモデルを制作する際に ID を統一しておくと管理しやすくなり、モーションも流用することができます。パーツパレット上部にあるハンバーガーボタンをクリックし、パーツ設定をクリックすると、パーツ設定ダイアログが開きます。作成したパーツの名前とパーツ ID が一覧で表示され、ID 部分をダブルクリックで入力、変更することができます。ID 変更後、OK をクリックすると変更が完了します。パラメーターの場合、パラメーターパレット上部にあるハンバーガーボタンをクリックし、パラメーター設定をクリックすると、パラメーター設定ダイアログが開きます。パーツ設定と同様に、名前と ID が一覧で表示され、ID 部分をダブルクリックで入力、変更することができます。 ID を付ける際は、右、左は R、L、 切り替えのあるパーツは A、B、C など番号付けをすると分かりやすくなります。最後に、当たり判定の設定についてご説明します。当たり判定とは、組み込んだモデルにクリックやタップなどの操作を行った際に、その部位が特定の範囲内かを判定する機能です。これを利用することで、特定の部位をクリックした時に指定のモーションを再生させることができます。モデルに当たり判定を設定したい場合は、当たり判定用アートメッシュを作成しましょう。モデリングメニューからアートメッシュ内の当たり判定用アートメッシュを生成をクリックします。キャンバス上に中身のない空のアートメッシュが追加されました。これが当たり判定用アートメッシュです。作成された当たり判定用アートメッシュを設定したい場所に配置します。配置しただけではモデルを動かした時に当たり判定用アートメッシュが置いていかれてしまうので、パーツの動きについてくるようデフォーマーの中に入れましょう。追加した当たり判定用アートメッシュもテクスチャーアトラスに配置する必要があります。テクスチャーアトラス編集を開くと、ダイアログ右側のモデル用画像リストに作成した当たり判定用アートメッシュが追加されていますので、ダブルクリックしてテクスチャー上に配置します。当たり判定を作成した時点で、すでにテクスチャーアトラスが作成されている場合は配置するのを忘れないようにしましょう。以上が書き出し前の確認や下準備です。
編集や変更があったモデルはきちんと保存をしておきましょう。次回はモデルの動きに合わせて紙や服が揺れるように物理演算の設定を行っていきます。